あのチョモが、クラビジャになる前にあのネタ探しにね今日行ったんですけど、そうそう、私生まれて初めて声優になりまして、おーおいおいくるくるチョモチョモくるチョモチョモ今日はいい日だね。サラちゃん見てる、クラビジです。そうです、イエーイ。今日なんか爽やかな、もうそんなもんもうパッパ行きましょう。てか、マイクのテンポすごい変な気分だ。限られた時間の中で今日やらなあかんから、いつもみたいにこの、はい、ケツ何時でも大丈夫みたいな収録じゃないですよ。しっかり終わらんとあかんから今日ちゃんとやっていきましょう。じゃあ行きますよ、はい、ほんま。ともちゃん、アイテムを紹介していただければなと。もう行くもう、ケツがあるんじゃ、ケツが。そうだな。すごいものを見つけましたね、くるちゃん。そうね、うん。紹介させていただきましょう。お本日2人でレビューするのはこちらです。プッシュー、究極の NTO 納豆だい言ってですね、究極の納豆で待って、これすごいよ。美食家山人の愛した究極の納豆を再現。何杯でも食べたい究極の納豆をご賞味あれ。さあ、俺たちの嫌いな説明書が入ってるよ、クリちゃん。いや、はい、これは捨てましょう。オッケー、はい、まずは、はい、こちらですね。これ、帰り捨てるようかな、これ。はい。はい。なんでこれ？わかんない。うわ、めんどくさそう、これ。いや、意外とやな。本当？うん。この納豆の装置もこんなに大勢の前でレビューされると思ってないよね。納豆って自分が食う分にはいいけど、食わない人に香っていく分って結構、そうね、結構ね、もう本当に申し訳ない感じで、不愉快でしかない。いや、不愉快でしかない。昔俺やった女の子が足マジで納豆の匂いして、それ以来納豆大好きになっちゃってナルに入れたこれ、おそれ どこだろう。これ分からんな。説明書で探して。分かった。分かった？うん。聞いた。お。おお、すげえ。すごいね。これ何？混ぜればうまくなるってことですか？段取り大変やな。一パックにしとこうか。あ、おお、ゆるゆる。これタレはちょっと後やわ。なんか入れるとこあって。え、あ、そんなこっちに入れるんだ。導入口っていうのがあってん。へえ。多分ね。それに沿ってやった方が絶対いいでしょ。それでは行かせていただきたいと。行かせていただく。ここにな、開始ってメモリ出てて、で回したらチラッと 15% って出てるから、ほんほん、それを何 100% にするの。 100% にしたらいいんやと思う。へぇ、じゃあ行かせていただきます。なんていう板橋ファイト史上一番シュールな絵になってますね。15%、うちの嫁のチャリみたいなことですよ。30%、今で30、結構混ぜんのね。この穴からタレを入れろと書いてありました。ほう、入れさせていただきます。はい、 OK。 お、今50%。ちょっと本気出すわ。お、こう、しまった。お、今ここに賞を入れて出てきた。え、あ、このタイミングで入れるんや。あー、ちょっと早かったな。いいか。究極と出てきました。お、来た。この中にある納豆は究極にうまい。究極にうまいはず。うわ、いこう。はい、それでは究極の納豆、お、いただきましょう。いただきましょう。絶対うまいんやで、これ、くるちゃん。ねえ、ちょっと楽しみ。いただきます。いただきます。普通。アナルに入れた。何にも、あ、でもちょっと、妻っぽい味だな。すいません。すぐ俺、騙される。普通や。残念ながら、ただ、これで終わらせてもうたらそんなしょうもないところやねんわ。なので、ここは一発おいしくなるふりかけを用意しました。お、プッシュ、
発言デスパルトゥんじゃい何種類買ってんの俺ら過去にやりましたねデスパウダーやった、ね、クソ苦いのとクソ甘いの。ああそうね、うん、クソ苦いのはまあまあ苦くてクソ甘いのは美味しかったってオチでした。ああそっかそっかそっか。今回は超酸っぱい味デスパウダーと超辛い味デスパウダーです。おお。どっち酸っぱい方がいい。酸っぱい方がいいなじゃあじゃんけんしよう。ええ、しようはグーじゃんけんほい。酸っぱいですねえ、どっちがどっち何も書いてないんだけど。じゃあもう運でいこう。あっ、こっちなんかちょっと塩学ぶが持ってそうな感じ。ごめんねじゃあ塩学ぶちょっと。どれ、はい、あ、匂い全然せえへん。あっ、あっ、すっげえ刺激。ただこれが辛いのか酸っぱいのか全く分かんない。あっ、え、これ全部いくの。全部入れちゃった。マジで、もうやだこれマジで。俺じゃんけん勝ったよな。じゃあもうせーので書き込みますね、はい、書き込むのじゃあせーの、せーの、せーの。どうでした？そっちの納豆はシンプルにまずい。あ、そうなんだ。酸っぱい納豆はダメ。めちゃくちゃまずい酸っぱい納豆。くせえ。これおいくらでしたっけ？1500円です。ぜひあの皆さん、ね、食卓に一台究極の納豆非常に美味しいんで。はい、今日は、こっちもね、究極の納豆を、レビューしてみました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。第一次もおまし。やった後ぐらいの汗かいてるわ今。